あ、どうもどうもどうもたくさん入っていただいてありがとうございます、ね、わあすごいすごいすごいいいですね。あ、もう将棋指してはりますの。そうなんです、もうイベント関係なしにやるというね、はい、素晴らしいですね。完全にね、舞台に背を向けるって珍しいパターンでございますけどね。プライベート、 あちらの花道はプライベートで、ね、こちらお客さんは、はい、ありがとうございます。改めて、はい、シャンパータテンです、よろしくお願いします。さあそして、はい、ザ・プラン内の柳武村です、お願いします。さあそして、はい、そしてお願いします。お願いします。お願いします。さあ今のところ芸人がこの時間間に合ってないこの4人だけで、はい、続々と最強を決めるために芸人もやってきまして、はい、そうなんですよね、はい、今日はもう長丁場でございますから、はい、夜の8時ぐらいですか、はい、なかなか、まあ、将棋界のサマーソニーと言われてますから、もうそれぐらい長いですからね。近鉄将棋祭りもこういう形やったんですよ。なるほどなるほど。それがなくなったんで、その代わりのイベントしないなということで、はいはい、もう皆さんご存知ですよね、近鉄将棋祭り。近鉄将棋祭り行ってらしたという方はいらっしゃる。ほらやっぱりベテランの方 ね、なんかね、ちょっと気力のアンケートを事前に取ってたみたいなんですけども、将棋の強さね、はい、はい、アマ4段以上という方もいらっしゃったということでございますけども、どなたですか、もう堂々と挙げられる人いますか、アマ俺だぞっていう方ね。おお、お父さん自称じゃないですよね、ちゃんとそのあれですか、連盟からこの、あ、そうでございますか。ほんまですか、すごいです、すごいですね。余談の、ね、そうですよね、雰囲気が漂ってますけど、初心者は、初心者の方はどれぐらい、あ、全然いいですよ、それでも楽しみになってますよ。あ、そうですか、ルールも知らないのに来ていただいてありがとうございます。すいませんね、本当にね、せめて漢字ぐらい読めますよね、大丈夫ですよね、はい。いやいや、なか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 難しいよ。じゃあ、うん、これ、これなんて読むか分かります、これ、カツラ、カツラじゃないんですよ、これ京都行ってください、はい、カツラ、これカツラ一文じゃないんですよ、違います、一応経営と呼んでいただける、ということでございますけれども、ね、楽しいです。もうみんなで将棋好きな人がね、集まってワイワイとやるイベントでございます。まあ出入り自由ということでございますんで、はい、本当に判決で出入り自由なんで、はい、プログラムもらってます皆さん。ありますか皆さん。お目当てのプログラムに合わせて、はい、だいたいそのタイムテーブル通り行きますんで。はいはい、でプロの方と、あ、まあ、事前にも予約を受け付けてますけどもね、はい、船江六段と、はい、十面指しというのもございますし。あ、ちょ、楽屋の方の部屋で。はい、あるんです。だから楽屋も覗けるというふうになってますんで。お金だけ盗まんといてください。それだけは、それだけはお願いしますね。一応プログラム。プログラムこれね。発表お願いします。ちっちゃいな。ちっちゃいな。ちっちゃ。今日手元に ありますよね、皆さん。ありますよね。ちょっと一応これあれなんですよ。なんか、はい、はい、ネット中継されてるんですよ。あ、そうそう。はい、アメバーフレッシュの方で、中継されてますんで、中継されてますんで、そちらの方の皆さんもね、はい、一応これ全世界に中継されてますんで、はい、すごいことですよ、はい、本当に全世界にこのちっちゃいタイムスケジュールを今、はい、アップとかしてくれてるんでしょうかね。あ、してくれてますか。 ありがとうございま す, います。ちょっとじゃあ発表していきます。せっかくまず最初は、はい、今ここねオープニングでございます。そして、はい、これもういきなりですよ、竹内四段の対藤井聡太四段戦の次戦解説、はい、もうこれがいきなりありますからね、はい、もう当事者がもう ね細かく教えてくださるということでございます。じっくり聞きましょう、はい、さあそしてその後15時30分からお笑い界将棋最強挑戦者決定戦ということで、そうなんですよ、まあ、今のところ暫定1位が、まあ、哲司さんということで、一応はい僕で、哲司さん気力の方は一応、はい、ちゃんとしたあの、はい、将棋連盟から初段をいただいてますんで、はいはい、自称は、自称、自称はもう10段ぐらいはいってるんです、はい、だいぶ一応渡辺明さんに竜王に2枚落ちで勝ってますね。2枚落ちで勝ってるっていうのは、はい、そうそう、あとだからその舞台上での強さ半端じゃないっていう。ああ、はい、なるほどなるほど、精神力強いと、強い、はい、その哲司さんの相手を決めるというですね決定戦がございました、はい、これであのお笑い界最強決定戦やってますんで、はい、それで決まると。そうです。ちなみにギブソンとトキと誠はこの予選はどうやったんですか。予選はもうボロ負けあ、誰に負けたんですか。僕はね、諸見里という新喜劇の、あ、そうですか、はい、すごい恥ずかしい、その大手下取りを取られました。あ、両取りをかけられて、はい、負けちゃった、はい、誠さんは、僕は1回勝って次負けちゃったんです。あー、なるほど、2回、誰に負けたんですか。僕はハゲの松浦に負けた。
あ松浦君も強いですから ね、 はい、僕はですね、僕も諸見里君に負けたんですけども、はい、この間ちょっと自分でびっくりしたことがありまして、はい、ふと気づいたらですね、あの将棋ウォーズっていうアプリあるじゃないですか。 ありますね、はい、あれの3分切れ負けっていうやつあるじゃないですか、はいはい、あれパッと見たら51連敗って書いてあるんですよ。びっくりしました。俺そんなに連敗してたんやと思います。そうですか。無理無理無理。たまに相手ですぐ始まった瞬間投了という人いますけど、そ, そのラッキーパンチなかったんです。なかったんです。はい。あります。はい。そしてその後でございますが、16時30分から山口女流一級による実践将棋格言講座ということでございまして、楽しそう。山口さんはなんと京都大学出身ということでございましてね、はい、まあ、そういう、ね、実践形式でそういう格言を教えていただくということでございます、はい、さあそしてその後ね、船井さんの、ね、本格詰将棋講座、ね、これはちょっと天野強豪の方もね、はい、燃えてくるんじゃないでしょうかね。船井さんが考えてくださった詰将棋をやるということでございます、はい、そして最後じゃないな、17時30分から、プロ棋士 VS 芸人の特別ルール対局ということでございまして、まあ、ちょっと、ね、普通の対局じゃなくて、はい、ルールをちょっとまあ変更して、はい、面白おかしい、まあ、将棋をやる。だからお客さんが出入り自由なんで、はい、このプログラムでどれくらい入ってるかって人気が分かるって楽しいです、はい、確かにそうですよ ね、はい、ほんまやほんまや。さあそして最後、18時30分から、お笑い界将棋最強決定戦で決勝が、はい、勝ち抜いた一人と鉄次さんがやるということでございます。さあここお客さん一番少なかった、笑けました。興味なかったんかい。、はい、そうならないようにね、一つお願いしたいと思います。さあそして、はい、一緒に盛り上げてくれる、はい、プロ棋士の方お呼びしたいと思います。はい、どうぞどうぞどうぞ、よろしくお願いします。どうもどうもどうも、船江さん、さあ船江六段、それから竹内四段、竹内さん、そして山口女流一級でございます。今日は一日よろしくお願いします。船江さん、はい、どんなイベントに今日はしたいですか。はい、そうですね、はい、まあ、今日は面白いイベントなんですけど、はい、一応プロのゲームを見せれるように頑張りたいと思います。あ、はい、あ、ね、嬉しいです。はい、プロのゲーム見せないとお笑いの人やと思われたら困る。結構ね、船江さんは解説もユニークで、そうなんですよ、だいぶ助けられたこともありますから ね、はい、助かりますわ。だいぶ遅れますながらですが、はい、上州山田杯優勝おめでとうございます。おめでとうございます。もう1年ぐらい経ってます。ちょうど1年経ってます。ありがとうございます。今もう次の段階の決勝みたいなことやってますけど、そうですね、出てたかったんですけど今年4差負けまして出てないですけど。あ、でも5段までですもんね。あ、はい、そうですね、今6段になりました。なるほどね、はい、おめでとうございます。はい、さあそして竹内四段、よろしくお願いします。竹内さんはもうね、はい、早速その藤井聡太さんとのこの後、そうですね、はい、ちょっと藤井聡太に負けた当事者として解説させていただきます。厳密に言うと何回対戦されたんでしたっけ。2局やってて、公式戦ですか、両方とも、はい、あ、そうでございます。だから29連勝のやつ2つを差し上げたという。そうですね、29分の2は僕。いやいやいや、いやいや、それでも一番強さを分かってる方も、ね、そうですね、はい、後ほどたっぷりよろしくお願いします。はい、そしてそれから山口女流一級です。よろしくお願いします。お願いします。いや、山口さんは京都大学、はい、もう卒業はされたんですか。今年の春に卒業しまして。あ、そうでございますか。それってすごいですよね。その受験されたわけですか、自分で勉強して。そうですね、はい、それ一芸とかないですよね。はい、一般入試しかない。ちなみに卒論は将棋のことですか。あ、そうですね、将棋の強くなり方の、はい、研究をしました。一言で言うとどう、はい、結論はどうなったんですか。一言で言うと、はい、チャンクという塊を認識するっていう勉強。めちゃめちゃ難しいですよ。そうなんです、防御を覚えろじゃないんですね、はい、チャンクですか。え、グーニーズっていう映画にチャンクっていうキャラが出てましたけど、変なアイスクリームばっかり食べられておったけど、はい、それ関係ないんですか。なくて、あの認識の仕方の勉強法をそこから。あ、なるほど、将棋から勉強法、はい、素晴らしいですね。この後も講座の方もよろしくお願いします。さあ、はい、ということでございまして、では、まあ、トキ君と誠君と、はい、山口さん、船井さん、まあ、船井さんはこの後、はい、上の方で10面指しというやつがございますので、予約されてる方は、はいはい、そちらの方に移動していただきましょうか、はい、じゃあ竹内さんだけ残して、あの後ほどお三人さん方はまだ、ね、よろしくお願いします。いろいろ、まあ、8時までお付き合いしてもらいますので、ね、すということで将棋最強決定戦イベント1日、はい、よろしくお願いします。
今一番強そうだから10面差しにさしに行きましたね。とんでもない強い人が行きましたからね。行きましたよ。結構やっぱそうなんやね、じゃあ竹内さんやりましょうか、はい、ということで、はい、じゃあコーナーのタイトルお願いします。さあ行きましょう、はい、ごめんなさいね、いやでゆっくりやって、もう8時間もあるんで、ま、最初はさあ参りましょう、竹内四段対藤井四段次戦解説。よろしくお願いします。いや竹内さん、対局ね、面倒向かっての印象はどうやったんですか、はい、藤井君の。そうですね、あの1局目やる前に、はい、まあまあなんか強いっていうふうに聞いてて、はい、それはまあね、それはまあ噂ながら、いやまだ結果を出す前なんですけど。そうか、ちなみに、はいはい、何連勝してる時に当たったんですか。最初5か6ぐらいだ。あ、5連、なんかちょっと世間がちょっと騒ぎ出した頃ですよね。そうですね、まだちょっとざわめいてるぐらい、まだ詳しい人は、はい、みたいなぐらいの、ね、まだいないぐらいで、はいはいはい、で印象はそんな強く、すごい落ち着いてるんで、はい、いや普通のなんかおじさんとやるのとあんまり変わらない。なるほどね、はい、確かに落ち着いてますよね、緊張しなかったです、ね、じゃあ最初の1局目は特にその相手の研究とかせずに対局したって感じ。あ、そうです、あの1日3局あるやつだったので、あ、はいはい、3局目に当たったので、はい、あのあまりまだ対策ができる感じじゃなかったんですけど。そうか、なるほど。じゃあもうアマチュアのね、僕らの素人の間では、はい、詰将棋の大会で何連覇もしてるとか、はい、とうとうその人がプロになったっていうのはあったんですけど、はい、別にその将棋界プロ棋士からしたらまあ別にまあまあやったんですか、はい、最初はそんな騒ぐほどでもないという。すごいとは聞いてますけど、まあすごい人ばっかりなので、はい、うん、あ、そうやわ、うん、まあどんなもんかなと思ってちょっと一曲目やってたんですけど、へえ、はい、ちょっと一丁もんだろかいぐらいの感じ で、まあ、やったやつの解説を。いや、それが一曲目 で、これが二曲目なんですよ。じゃあ一曲目はもう、まあそれはもうちょっとやったと。で二曲目は研究していったんですか。そうですね、もうなんか、まあ、当たるって分かってるので、はい、まあ、大体こういう戦型になるんだろうなっていうのは、はい、それは何連勝の時ですか。それ18、あ、まだ、もうだいぶもう、まあ、今17連勝してて、はいはいはい、僕は18局目に。うわ、はい、うわ、けどそろそろあの間ってプロの間でも、はい、ちょっとそろそろ止めな恥ずかしいぞってなってたんちゃいます。そうですね、っていうよりなんか止めたら話題になるよとか言われて、みんなやっぱそういう師匠とか兄弟子から葉っぱかけられて、あ、そうか、前日に緊張してくるっていう。なるほどなるほど。え、もしかして藤井さんで緊張されてたんですか。いや、ちょっと、いや、だってあれですよ、はい、報道陣の方がタイトル戦より来てるので。そうですよね、いつもガランとした部屋なのに、はい、もう勝手がね、びっしり黒、黒つくので、もう勝手が違うというね。だって、はい、すごい写真見たんが、東京の将棋会館で対局してた時に、はい、あのもう世間の人って将棋の凄さとかあんま伝わらへんから、はい、結局昼飯何食べるかっていうの注目なってた時に、ありました、岡持ちのったスーパーカブの周りにおじさんに報道陣が200人ぐらい写真撮って、はい、そうそう、あれほんま歴史の教科書載るやつですよ。ほんまにすごい写真でしたけど、ご飯が話題になる、ね、ね、さあそれでは2曲目の、はい、じゃあ始めていきたいと思います。先手後手はどっちなんですか。僕が先手番で下ですね、はいはい、後手が藤井聡太さんですね、はいはい、じゃあ僕順番に僕動かして、はい、僕じゃあ僕も動かしましょうか、はい、あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。じゃあ僕、はい、じゃあもう帰ってもいいですか。ちょっと、あ、これはもう、はい、藤井君は中飛車が弱いというふうな研究結果出たんですか。まあ、っていうより僕は振り飛車ばっかりなので、まあまあ、それに合った戦法というか、なるほど、はい、振り飛車はちょっと苦手なのかなとちょっと思ってたり、はい、堂々と言い飛車ですよね。そうですね、はい、うん、でまあ、角道上げて、はい、これまあ俗に言うご機嫌中飛車になるような感じですか、はいはい、そうですね、これ知らない人ご機嫌中飛車やねんこれ、はいはい、知ってました。その作った近藤さんというかいつもご機嫌なんです。だからご機嫌中飛車。はい、ね、はい、もうはい、で中飛車にね、定石通りというか、そうですね、割と結構最近角道開けないのが流行ってますので、あ、藤井君もその辺を研究して角道開けないんですか。そうですね、結構指されることが多いです。へえ、なんで角道開けへんくなったんですか。まあまあこの後出てくるんですけど、まあ、はいはい、なるほど。へえ、はい、で、まあ相手が王様を動かしたら武井さんも王様を動かして、ね、まあ序盤は駒組みなので、はい、サクサクいきたいと思います、はいはいはい、まあ定石通りのところはまあサクサク、まあ、そんなビッグ さすが藤井君やみたいな、まださすがないですよね。まださすがに、ね、まだみんな誰かさせても、はい、はいはい、あ、王様、はい、うん、
はいはい、まあ端歩を受ける人もいますけど、あ、はい、まあ、ここはちょっとした駆け引きで、あ、穴熊もあるよという、はい、で、3二銀と上がれるのがこの工夫で、はい、さっきになんか美濃学院みたいなね、そうですね、はい、普通はここをついてるから、はい、角で取られちゃうんですけど、この場合はこう開けてないのが工夫で、なるほど、すんなり美濃学院に囲えるというのが、はい、はいはいはい、はい、で、けどこれも竹内さん も,、はい、もう研究の範囲内でしょ、あ、まあ、そうですね、まあ、やったこともありますし、はいはい、ある程度そうなるだろうなというのは、はいはい、わ、じゃあそのうち竹内さんがびっくりするシーンが来るんですね、来るんですね、多分もう、もうだって同じプロとして2連敗はできひんっていう、ね、そうですよね、感じで指してますんで、うん、で飛車先伸ばして、はいはい、相手も伸ばして角で止めて、はい、うん、まだあれですか、まだ序盤戦です、まだちょっとね、なんかね、藤井君の強さって羽生さんに出て、なんか特にこんなすごい手がっていう、なんか普通のいい手を間違えず指していくという、そうです、うんうんうん、そうです、間違えないっていうのが藤井君の強さで、なるほどね、はい、まあ、藤井君って言ったらちょっともう怒られちゃう、いやいや藤井君ですよ、はい、で、おいおい、一向に角道開けないですね、そうですね、うんうん、あ、はい、か、角さんがついていったのが僕の工夫 で、はい、工夫で、あ、これは将来どういったふうな、はい、角が、まあ、こういう感じで使ってって、この銀を釘付けにしようという、なるほど、はい、イメージで指してましたね、はい、で、まあ藤井くんは、はい、あ、ここで、あ、あれ角道というか、まだまあついに、はい、まあ止まってますけど、止まってるけども、はい、ついたと、はいはいはい、この辺の歩はつけるんですけど、つかないのが常識的なんですか、 いや、つく手もあって、あ、はい、一歩交換してみたいな戦いになるので、はい、それも一曲です、はい、なるほど、あ、銀上がる、うん、で、ここでまあ普通なら囲っていくような人もいるんですけど、か、角は上がってですか、そうですね、はい、角とか金上がっ て, がってと、高美濃にしたりして、はいはいはい、囲うのもあるんですけど、ここでもう仕掛けてきました、え、早っ、これ仕掛けられた時はちなみにどんな感じな感想やったんですか、はい、あ、もう来たかもう来たか、けどこっちだって美濃学校にも囲ってませんしね、はい、いや全然ゆっくり囲う人が多いので、うん、ね、あ、ここで来るんだ、でしかも連勝中やったら、うん、もっと丁寧に行きたいというか、守りにね、そうですね、守りに入っちゃうかもしれないんですけど、ね、うん、仕掛けてきたんですか、そうですね、もう少しのリードも許さないように、うわ来た、おー、ぶつかりましたね、あー来たかと思ってけどこれはさすがにプロ同士なんで竹内さんもはいはいみたいな感じでしょ、まあここら辺で来るのかみたいなそうですね、まあまあまだその動揺はしないですけど、まあ、まあ先輩なめんなよと、はい、はいはいはいこんなんはどったことねえぞ、アホやと、はい、まあアホやまではいかないですアホやとはまでは思わないですはい、はい、そんな余裕はないんですけど、はい、で、あ、はい、お、相手の攻めたって、そうですね、改正してきたところに飛車を送るのは、はい、振り飛車の上等手なんで、はい、うわ、あ、はい、同じ筋に、ね、そうですね、なんか嫌な形ですよ ね、 なんかね、そうですね、この銀を使おうという、ね、はい、そうか、まだちょっと美濃囲いも完成してないの で、 いので、はい、ちょっとどうかという、はい、ところなんですけど、まあ、次取られちゃうので、うん、まあまあそりゃそうそうで、はい、そう、はい、うん、王様取られたら負けなんですわ、はい、そうなんですよ、はい、まあ銀が上がって、はい、まあ、この辺で僕もちょっと考えてどういう感じでいくか、これは藤井君の理想としてはもうどんどん銀が出てくる感じなんですか、なんやったらこの、まあ、すぐに次出ると、はい、まあ、本部こうやったんですけど、はい、こう出ると、うん、まあ、こう、こういう返し技があるんです、はいはい、上がって、まあ、飛車取りになってますので、はい、まあ、どこか飛車逃げたら逃げるんですけど、はい、そこでこう桂馬を飛んで、ああなるほど、これで降格できるという、はい、そうですね、すごい、銀がかわしてくれば飛車を交換して、ああすごいすごい、相手の金が離れちゃうのでちょっとこういうのはまずい、なるほど、っていうそこまで指す、はい、だからそ怖くはないぞ、まあ、はい、はい、すぐはまだ銀出られるわけじゃないんですけど、はい、で、金上がりありまして、で7三金、うわ、ちょっと相手がどんどんと駒を勢いづいてきましたね、そうですね、この桂馬をすんなりさばかせちゃうとちょっと嫌ですよね、まずいですね、はい、はい、ですけど、はい、まあ、さすがに大丈夫ですよね
この辺の系も読んでたでしょ、まあ、考えてましたけど、はい、まあ、結構怖いところなので、はい、一歩間違えばボロ負けになっちゃうので、あ、もうそういう局面なんですか、はい、はい、どうしようかなと思って、はい、で、まあ、あ、とりあえず美濃がコイン、はい、過去ってけどこの桂馬を跳ねられちゃうので、うん、はいはい、跳ねられちゃうので結構思い切った手なんですよ、はい、けど跳ねてこいと、はい、もう跳ねてきました、だってましたね、両取りですよこれ、そうですね、えらこっちはあとは思ってないですけどさすがにプロですからね、でもこれ言うたらプロ同士で言ったら誘ってるって感じでしょ、まあ、そうですね、まだちょっと考えてくるかなと思って桂馬を跳ねずになんか他手やったら角とか上がっとくとか、角上がるとか、はい、はい、だからその手には乗らんぞというのが普通のプロの感じだったことですね、藤井君はもう何十連勝もしてるから勢いがすごいですね、そうですね、まあ、考えるところもしっかり考えてきますし、うん、で、こう角を上がって、はい、飛車に当てて、当てて、はい、まあ、こう銀を取らずに、え、飛車に入れて、はい、はい、まあ、うーん、これ取る手もあった、考えられるんですけど、はい、取ったら金で取って、はい、取って、はい、はい、どういう変化を予想したのか、はい、逃げる手もあるんですけども、はい、ここで桂馬を打つ手が、あ、はい、はあ、こっちですね、あ、これ、あ、これ、はい、はい、はい、あ、なるほど、はい、で銀が逃げるとこう取られますもん、ね、下ろす手とか、そういう手が見えてたから、そうですね、全然ちょっとやりづらい、はい、まあ、こっちの良さは、まあ、ちょっと駒損なんですけど、玉が1個相手より1路深く入ってますので、はい、スピード勝負ではなかなか負けないので、お、両取りかけられてもまあ大丈夫だろうという、うん、はい、だからもうこの辺では精神的に全然余裕でしょ、正直だって、いけるいけるっていう感じですか、まあ、いや、まだまだ全然どうなるか分かんないな、はい、あ、まだ全然五分だと、はい、まだ霧の中で、はいはいはい、で、はい、取らずにこう飛車を浮いてこう銀を上がりました、逃げ上がったと、はい、うん、で、どうなるの、こっからの藤井君ですよね、ついに角を使ってきました、使ってきた、はい、はいはい、どう使ったと思いますか、え、あ、ちょっとクイズですか、はい、あ、けど角を使うって言われるとこれは、ね、結構この形でよく出てくる手なんです、こういう風に、そうです、睨んでくるんですか、はい、はあ、端から、まあ、普通はこうこうついて、はい、こう使うのが普通なんですけど、はい、この場合は結構こう斜めが結構効いてるので、ね、ちょうど飛車に、もう飛車に当たってるんか、はい、はい、そうですね、で、まあ、取られちゃちょっとけど、この辺も竹内さんもまあそりゃそうやろって言ってでしょ、正直はぁーってじゃないでしょまあこういう手もあるかなとは言う、はい、こういう手もあるかな、はい、最後、最後投了してからもその気持ちやったんちゃうでしょうねまあまあまあこんなこともあるかないや、それはないですけど、はい、で、はい、下がって、はい、そう、下がって、はい、で、こう、あ、角をね、はい、あー、なるほど、追撃していきます、はい、まあここでこうぶつけるか引くか、はあ、ちょっと二択で迷ってたんですけど、どっちも一局、うん、はい、もう強く本譜は、ああ、ぶつけて、今思えばぶつけん方が良かったですか、ここはどうなんですか、いや、今思ってもぶつけた方が良かった、ああ、まだここはぶつけた方が良かった、はい、で、まあ取ってくる手も考えられるんですけど、うん、あ、はい、取ってこなかったんですか、はい、取って取ってこう、あ、もう一回打ってくると、はい、逃げて馬を作ると、はい、はい、なって、ただこっちの角の方が実は結構いい位置で、はい、まあ、例えばこうやったとして、こっちで強者取れる、はい、だけ強者が狙える形なので、はい、なるほど、ちょっと嫌だなというので、まあ、けどどうやってくるんだろうなと思ってたんですけど、藤井君が、はい、うん、この辺でそろそろ藤井君の本領発揮みたいな手が出てくるんですか、まあちょっと、あ、そうかって思わせる、マジですか、はいはい、で、はい、いや、まあ刺されてみたら、まあなるほどなって言われなんですけど、はあ、これで出てきた角を引き上げて、あ、お、なるほど、はい、こう一回戻るんですか、はあ、はい、いや、ちょっと少し盲点になってて、あれ、ちょっと自分のとこだけ重なりましたね、そうか、まあちょっと、いや、交換したらちょっと刺せるかなと思ったので、はい、まあ、少し局面は
少し自信があるのかなと思ってたんですけど、引く手をちょっとうっかり、まあ、ややうっかりややうっかりででいやちょっとここでいやなんかいい手がなかったらまずかったなはと思って、そうやったらここまで5級まで引いてた方が良かったんですかね。ですけどこの角の働きがちょっとあ少し悪くなっちゃうので、それもそれでというあ、はい、うわところですね。なるほど、あの竹内さんの角の位置を移動させたという、はい、ことですよね。そうですよね、すごいすごい。で次の手が僕はこの将棋で一番お好きな手ですか。はい、自慢の一手、自慢の一手教えてくださいよ自慢の一手、自慢の一手、ギブソンは何やと思う、任せてください。はい、一旦角引かれ た,、はいれたはい、自慢の一手でしょ、はい、僕ねこういうの当てちゃうんですよね。全然当ててください。はい、ここは強くですね、はい、ここは強く桂馬を食いちぎる。うわこれすごい、これなんです。ほんで食いちぎった桂をどこで使うつもりなはい、まあ、取ります、はいはい、食いちぎりますよね。はい、これで、はい、もうさらに重たくするという歩を守るの、ここで歩を守る一曲じゃん、それも一曲、これも一曲です、それも一曲、これも一曲です。そうですね、まあ、将棋は最後まで何が起こるか分からない。すみません、分からん。これも一曲。何ですか？分かんないです。これは考慮時間どれぐらい考えたんですか？今から指す手は。これは多分5、6分考えたんじゃないかなと。でひらめいたと。はい。この勝負の一曲。さあ、竹内さん。でこの金をこう。でも形だけ見たらすごい。あ、そうなんですか？セオリーに反するというか、はいはいはい、まあ、美濃囲いの金を離れてますので、はい、かなりやりづらいところなんですけど、はい、狙いとかいうのは狙いは、はい、そうですね、まあ、次にほっといたらですね、まあ、こう突かれて、はい、この角で角と銀で5号を狙われちゃうので、どん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 、はい、まあ、こう金を上がってこう突いてきた時に、うん、あ、金で守るんですか。そうですね、金で守るかであったり飛車で守ったりもできるので、はい、なるほど、まあ、金で守ってこの後なんか角をどっか引いてこう取っていくようなって、はいはい、結構狙いがいろいろ、ほんま金が上がるだけですごい狙いが、はい、これ自慢、これで正直、はい、あ、もう勝てたなと思った手ですか。いやまだ中盤なのでそんな、はい、すぐではないんですけど、この手見た藤井さんは結構な、はい、考えましたか。んみたいな感じですよね。あ、なってました。あ、さすが、かっこいい、かっこいい。いやで結構びっくりする手を、お、え、さらにそれの、あ、こうです、あ、こうです、はい、それをおかぼを奪うというか、はい、何やろう、ここで、こう、あれ、先に向こうから、はい、ん、いや、これはちょっと正直最初よくわからなかった、よくわからない、うん、ねえ、はい、ただで風取れますけどね。どういうことですか。まあ、これは取りますよね。はいはい。それはただで。で、こう。ああ、この企画道を開けて。はい。まあ、単に突くとこう抑え込まれちゃうので、はい。一手早く。ああ、ほんまや。さっき角道が開いてるんですね。はい。まあ、こう出てきたら、はい。この一持ってる歩を、あ、ああ。こう引かせて、引いたら例えば角とかで、うわー、もうちぎってきて、で取ったら、取った銀で頭に打つと、うん、なるほど、まあ、かうわーうわー、ちょっと嫌ですね、これね。そうですね、相手ね、なのでまだ固いですね、はい、はぁ、まあ、なるほどという、まあ、なるほどなとやりよるな、やるよるな、そうです、金はちょっと上がれないかなと、あ、はい、持って、ここで金は上がれないから動作したんですか。飛車を寄りました。あ、金の代わりに、はい、はいはい、すると、藤井君、はい、こう、4三金と、あ、がっちり、はい、まあ、ちょっと 5四歩ってのはやっぱりちょっと自玉の近くの風なので、そうすよ、ね、普通はなかなかない手なんですけど、これはなんかすごい手だったなと思って、はい、まあ、こっちも飛車を5筋回って逆用してるので、ね、はい、まあ、不満は全然ないですけど、はい、でこう
桂馬を、桂馬をぶつけてきて、はい、ぶつけて振り飛車のこの桂はさばけると、はい、そうですね、はい、なるほど、いいことが多いので、はい、これは素直に応じてくれたんですか。は取らなかったんです、ね、これ応じないんですか、藤井君。まあ取ったらこう角で取って、あ、どんどん駒が勢い出てきますね。はい、そうですね、どんどんこう駒がどんどんぶつかってきちゃうので、ね、どんどん交換になってくるとこの玉の硬さがね、はいはいはい、硬さと深さが出てくるので、こうなるとちょっとまずいですね。さすがに藤井君もそれを読んで、はい、交換してくれないですね。はい、次の手でちょっと僕は間違えちゃった。ここが間違ったところですか今、はい、あ、これ、これが、あ、今こう、あ、歩を、あ、歩を打ったんですか。はい、打ってきました。次間違ったんですか、竹内さん。いや、間違ったというか、たとい、そうですね、ちょっと間違えましたね。ちょっと違う、もっといい手があったということですか。後から知ったんですけど、ちなみに、歩はこう、取って、なんかね、はい、だって取れますもんね。はい、まあ、終わった後すぐ誰みんなに聞いても、うん、いや良さそうだけどちょっと分かんないなみたいな感じだったんで、桂馬取る以外に手あるんですか、はい、ちょっと調べてみたら、そうですね、こう取る手が、え、そっちの桂馬を取るんです、はい、歩を取ったみたい。いや、ちらっとは考えてはいるんですけど、うん、まあ、取られてちょっとあんまり意味ないかなと思ってすぐ、うん、考えのやめはったんですか。はい、この時点で考えるやめてたんですね。そこは2手しか読まなかったってこと。いや、これはまあちょっとダメかなと思って、はい、ですけどこれよく考えたら角出て、うわ、まあ、例えばこう歩を打って桂馬を追うじゃないですか、はい、うん、そしたらこのラインに王様が本当だいるので、だからそうです、食いちぎ、例えばこう、はい、桂馬なってたら、はい、銀で取ったらもう終わりです ですよ。飛車で取るしかない、飛車で取るしかねえな、なる、でこ う, おうたくさん効いてるとこなんですけど、おお、確かに出ていったら、ほんだら銀で取られへんから、金で取るしたら、うわ、王手、うわ、うわ藤井君に三取り、王手飛車取り、金取り、飛車金取りや、もうこれで参りましたって言うはずやったのにね、藤井君が。これ最後、まあ、まあまあここまでうまくいかないでしょうけど、これかなりリードしてた。うわー、うわー、最後角で取っても飛車を切れるので同じことですね、うん、いやー、いやけどちょっと先がちょっとしっかり見えてなかったので、あ、甘かった、甘さが出ましたね。いや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 、それはけど後から分かることなのでね。ねえ、まあそうけど、そうさせへんかったっていう藤井君の連勝やったんと思うんですよ多分。いや、確かにそうですね。いや、局面を難しくされてるので、今のちなみに桂の左側に跳ねる手は感想戦でも出たんですか。は出なかったですね。あ、出なかったんですか。でも多分気づいてない。じゃあ藤井君もまさかその手はないと思ってた、はいはい、あ、そうなんや。へー、まあちょっとそっぽに行く手なので、はいはいはい、まあ、角を出るという意味で跳ねるんですけど、うんうんうん、なかなか気づきづらいというか、面白、へー、はい、ですけど、まあ、気づかなかったので、うんうん、はい、と取りますよね、まあ、はい、もう大勝負に出ました。で取る、うん、で、まあ、ここで歩を一発手筋で、はい、で同飛車にこう銀が出ていって、でまあ、叩いたことでこの下に銀が、はい、当たると、はい、はいはい、これでもすごい良さそうですけどね。そうなんですよね、局面だけ見たらパッと見はなんかうまくいきそうな、で銀がもう5段目までいってるし、歩もここにあるし、はい、うん、いや結構、まあ、まあちょっと難しいけど少し指せるんじゃないかなと、はい、あ、切ってきたんですか角を、はい、で取りまして、取りまして、はい、そしてで次の手が、手がすごかった、はい、いや、は普通です、普通でした。でこう引いて、あ、引いて、はい、はい、でこう歩を打って、ああ、同じく金取りになってますので、あ、そうか、はい、そうか、で取り合うんですか。そうですね、こう飛車を取り合って、はい、で、はい、取り合って、うん、はい、激しい
まあ、ここで一回落ち着いてみると、はい、角銀交換、交換で、まあ、歩の損得もなので、振り飛車側が飛車が遠いし、ね、いい要素がかなり多くて、はい、まあ、この角金がちょっと使いづらいっていうのが少しあれなんですけど、まあ、結構ちゃんとうまくさせばいけるかなと思ってて、でこう上がって腕止めて、はい、勢い取るんです。あ、間違えた、すみません、間違えた、ここでこっちのまず飛車取ったので、ここでふーっと、あ、さっき打って、うん、はいはい、でこう角を出て、あ、取ったら銀取るよと。そうですね、はいはい、まあ、普通に逃げるんじゃちょっと飛車とこう下ろされたりするので、あ、はいはい、まあ、ここは先手先手で行きたかったので、はい、なめんなと、うん、まあそうですね逃げると思ってるのかな、はい、はい、今日正直この辺の局面はいけるいけるって思ってました、武井さんは。いや、だんだんちょっと難しいなと思って、難しいなと、うん、そこまで自信はあまり持ってなくなって。そうなんですか、はい、まあ、局面自体は合格ぐらいなんですけど、はいはいはい、難しい局面だということですね。そうですね、うん、次の手はちょっとありがたいかなと思った。あ、ちょっとチャンス来たかなみたいな、いや、僕はなんかこう疲れたりするのがすごく嫌で、うん、はい、で、まあ、取ったらここに歩が立つようになるので、うん、結構攻めが厳しくなっちゃうので、はいはいはい、うん、あ、嫌だなと。これ利かされるだけでもすごく嫌やな、そうなので、なのでそれを心配していたところ、そうなんですよ、はい、ですけど、はい、ここで桂馬を打ってきて、ん、あ、角取りに、はい、角取り、うん、はいはいはい、まあ、ちょっとダブってるっていう手なんですけど、うん、取ったら取られちゃうし、角取ったら同金取られちゃうので、そうですよね、あまり味の良くない手なんですけど、なるほど、はい、多分ここら辺でちょっと喜びすぎたかもしれないですね。そんなに、いや、あ、やったとか言ったんですか。いや、勝ったぞとか言ったんですか。やったは言わないです言わないですけど、うひょうを言ったでしょうひょうも言ってないです。うひょうは言ってないですか言ってないです。いや、もう疲れたら嫌だなと思ってたんで、はい、ちょっと喜びすぎてパッと取っちゃったんで、あ、はい、はい、それで、まあ、角を取られまして、はい、角取るんですよね、もちろん、はいはい、そしたらで 銀も取れますよね。なんかすごい駒得、はい、そうですね、結構駒がさばけて、はい、まあ、この金がちょっと不安定な位置なんですけど、いやいや、それでも、はい、玉の硬さを見れば、はい、普通はちょっといいんじゃないかなと思ってたんですけど、飛車を下ろされて、飛車を下ろされてみると、あ、あれ銀角あるから、なんかね、初段でも寄せがたちな、そうなんですよ、これは次は、あ、次はどういうギブソン、これもう美濃囲いの崩しの銀と角があれば、なんせ僕はね、51連敗の男ですからね、はい、身の崩しの、身の崩しのもういい駒を持ちました、はい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 、定番の一手が、はいはいはい、それを、あーって聞きました、ね、あーわかる、そのあーって聞きましたね、今なんかこう遠目から打つ気持ちわかるわ。そう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 、ここですか、素晴らしい、あー、なるほどなるほど、これ見え見えの手ですけど防ぎにくいですよね。結構防ぎにくいんですよ、まあ、これは取ったら角を打たれて、はいはいはい、もう一気に寄っちゃうので、うん、取らへんかってもね、はい、角打ってどんどん来ますもんね、まあ、この銀が入ればちょっとまずい状況になるので、はい、どうしようかなと思って、え、この時点でどうしようかなと思ったんですか。いや、なんとかなると思ってたら局面が意外とだんだん自信が、プロの方でもやっぱ一旦局面見てあれってなる時あるんですね、やっぱり。まあ時間短いので、あ、はあ、ある程度感覚にも頼ってる部分もあるので、はい、へ、これ防ごう思ったら、はいはいはい、埋めるしかないんですか。まあ、普通こう5九歩とかね、なんですけど、はい、これも同じか、どんどん早なるんですね、はい、ちょっとなんかちゃうなと、はい、はい、ん、あれこの辺で、あれあれあ れってなったんですか。おかしいですよってなったんですか。あれあれで、なんかいいはずなのに、まあ、おかしいですね、あれ、まあ、怖がって初段ぐらいだったらこうやってもう飛車当てるとかもこんなもん言っても意味ないですか。ですけどこれも取られて、あ、そうか、取られて、あれ、はい、あれあれあれでで、ね、あれあれあれ変ですね、おかしいなと思って、この局面でおかしいな、あれあれあれってなったんですか、はい、で、まあ、ちょっと苦し紛れに、はい、
補銀を。そうですね、埋めるしが一番ですもんね、はい、なるほど、はい、一番硬く。そうですよね、もう、はい、まあ、ちょっとまずいことなってるかなと思って。あれ、お、あれあれあれ、あ、金が取られるし、あれ本当にこれ銀で、はい、まあ、こう逃げたら、こう角を切られて、逆に切られてね、はい、一気に薄くなっちゃうので、ね、はい、で、でまたこう、ね、銀をここに打たれて、あれ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 、おかしいですよ、ちょっと待ってください、歩がぴったりだから。いや、はい、あれ、いや、ちょっとやらかしてるんで。いや、けど、はい、まだ難しい。あ、そうなんね、はい、難しいんですけど、はい、で、まあ、ちょっと勝負手で、あ、さすがに、はい、飛車を打ちました。 あ、ここに飛車を、はい、おお、角取りであるし、金取った飛車で取ると。そうですね、はい、ほんで、まあ、ここでややこしい局面になりましたね、まあ、ちょっといやらしく難しいですよね。そうですね、いろんな駒が角どけたら飛車にも当たってるし、で、こうついてきたんですか。来たんですね、はい、これ嫌な、これがちょっと嫌言ってたやつですよ、さっき、はい、このここに来ましたね、嫌な手なんですよ、うん、いや、取るかどうするかと思って。この時にも持ち時間はどれぐらいやったんですか。いや、もう僕は秒読みに入って、これも全部秒読みの世界やったんですか。秒読みって30秒ですか。あ、1分ですね。あ、1分で、はい、うわー、この時の藤井君の表情はどうやったんですか。あ、けど微妙にまだ、あ、微妙にまだちょっとあります、ね、まだちょっと時間ある。はい、あと5分ぐらい、うん、ありましたね。藤井君も5分ぐらいで、顔は藤井君はこの辺はもう笑ってたんじゃないですか。それはもう最後の一応難しい局面なので、はい、険しい顔で、はい、険しい顔で、へぇ、で、もう取って、あ、もう取ると、はい、へぇ、すごい、やプロ同士の耐久やっぱすごいですね。で、もうこれ金が助からないので攻めるという、はい、もうガンガンいっちゃったんですよ。うん、あ、ぶつけて、はい、どうせ取られる金や、普通はちょっと無理筋なんですけど、はい、まあ、この硬さを生かして、はい、この瞬間にどんどん攻めようという、うん、取ったら角打つんですか。はい、まあ、本部取ってきました。あ、取ってきた。あとは、まあ、で、角で、はい、角で王手、両取りで、まあ、両取りなので、はい、飛車で守ると、はい、あ、はい、でもう一回金を取りました。あ、どうですね、角2枚ありますもんね、はい、あ、そうかそうか、はい、あ、今度また両取りできるんか、はい、で、飛車で取ったら、はい、はい、あ、また、はい、これいけんちゃいますよ、あれ、勝ったんじゃん、あれ、この対局勝ったんですけど、もうこれね、銀埋めた瞬間からなんかもうこっち刀、竜、まあ、ちょっとまあ追い上げてる感じですけど、はい、まあ、1枚やっぱり損しちゃったので、はい、桂馬を、あ、まあ、で、こう、あ、で、こう桂馬打たれて、ちょっと、あ、桂馬打って、桂馬打って、はい、桂馬打ってです、まあ、少し、あ、あら、はい、蹴られて、あれで取りました。で、飛車で、はい、飛車を取っ て、うん、攻め切れるのか、金で当ててきて、はい、で、6一飛車と打ちました。打って王手、うん、はい、はい、うわあ、あず金でもがっちり守って、はい、ああ、そうか、この辺がっちりしてますね、硬いんですよ、はい、うん、硬いわ。で、まあ、ちょっとこう角逃げるのではもうちょっと勝負にならないので、はい、はい、もう切る、もう切って、はい、はい、で、これは同銀、あ、はい、同銀で、はい、で、5二金と、うん、はい、はい、はい、絡んで、はい、はい、行きました、はい、これで、ここで、ここで、ここですごい手が上がる。あ、藤井君、はい、すごい手が出た。普通は5一歩とかででしょ打ってくるのかなと思ったんですけど、こっちもだいぶ硬いですよ、なんか手がかりもないですし、ちょっとそうなんですよ、いや、ちょっとびっくりしちゃった。なんかある、分かる人、ここがほんまに藤井君の強さの秘密の一手みたいな。いや、それはあると思います、決断力というか、決断力、決断力、はい、へえ、何やろこれはですね、まあ、この辺りはもう秒読みにお互い入ってますので、はあ、なかなか秒読みでは
哲司さん分かります？いや、なんやろ、この攻めるにも守るにもすごいね、はい、まあ、攻めてきたんですよ。攻めてきたんですか、はい、まあ、とりあえずなんか不成りみたいな感じすると、まあ、ううもうどんどん早いですもんね。そうですね、いやけど、ね、まあ、こう橋を、橋をこっち、はい、なるほど。いや、これはちょっとびっくりしましたね。はしごですって。はあ、はい、これけどね、まあ、どうしましょう。これ自玉のこっち逃げる道もっていう意味もあるんですか？それはないですか？いや、もうどんどん攻めるっていう意味だけで。けど、ここをもうちょっとしっかりケアしておきたかったので。ね、いや、これはちょっとどう、なんか動揺したんですか。いや、チャンス来たんじゃないかな。あ、またいけると、はい、だったら苦し紛れの一手かなぐらいの。いや、っていうより、まあ、局面が藤井君の方が良さそうなので、はい、ちょっとなんか手堅い手を差してくるかなと思ってたので。なるほど、ほんなもう、はい、あ、竹内さんの王様殺しに来たんですね。ちょっとだから、そうか、相手もちょっと無茶してんちゃうかなみたいな感じだったんですね、はい、いや、すごい決断力だなと。はいはいはい、はあ、いや、これすここ取り込めれば結構もう早いです。一気に積む形も見えてくるので、はい、で、取るんですか。僕は銀を取ったんですけど、銀をこっちの銀を、はい、金を取った方が難しかった。あ、ほんまは金を取った方が、はい、こういった方が難しかったんですけど、本当は理想はこっち金取って、はい、で取って、でこう金を打って、もう一回金打って、はい、うん、でから歩打って、あ、王様を取って同玉で、うん、でこう2二金を打って、あ、こっちを塞いで、なるほど、攻撃体勢で、そうですね、はい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 、次銀打って飛車成りまでの詰めろなので、なるほど、結構受けるのも難しかったんですね。まあ、実際こう角打てば若干藤井君の方が残してるかなという。あ、それでもね、はい、うーん、ですけど、まあ、こういう変化もあるので、はい、読み切れてるというたら、まあ、すごいですよね。これ竹内さんも終盤ですよね。そうですね、終盤でちょっと大変申し訳ないんですけども、はいはい、もうほんまに水を差すとはこのことなんですけども、はい、僕ちょっとナンバーグランド花月の出番で行かないといけなくなって。いや、あのお客さんは出入り自由やけど出演者も出入り自由やったん？僕またもう一回帰ってきますんで、はい、すいません、ちょっとナンバーグランド花月の方に行ってきますんで、はい、すいません。最後は藤井君勝つから、はい、あ、それは知ってます。、はい、すいません。竹内さんが負けるとすいません、はい、もうお客さん拍手もいらないんでこのまま盤面に注目してください。いやいやいや、いや、後ほどギブさん、はい、お願いします。すいません、申し訳ない、大変申し訳ないです。じゃあちょっと続きをここからクライマックスを、はい、はい、クライマックスで銀を、けどそれがあったけど銀を取れ、はい、けどそれは対局心理として、はい、経験として銀の方がなんか良さそうやというと思いました、はい、はい、で同玉でこう銀を打ちました。あ、それでもね、この香車を取れるのでこの端も意味ないって見せてしまうという。なるほど、なんですけど、はい、はい、でそれでも取り込んできて、まあ、この辺は藤井君もちょっと分かってなかったって。あ、後で聞いたら、はい、言ってましたけど、取り込んできて、はい、まあ、ここでちょっと僕もここで間違えましたね。普通に6二飛成じゃダメなんですか？あ、そうですね、こう飛車をなると、はい、まあ、受けると、はい、どうされますか？こっちまた詰みないんですよね、はい、あるんですかこれ？いや、これは一手詰めなんで。あ、こっち、はい、あ、これをもう、はいはい、ね、はいはい、はい、金あるんで、まあ、これは詰んじゃうんですけど、はい、はいはい、で、これは逃げられて、あ、逃げられると広いんですか、はい、そうですね、金を打ってもどんどん上がられちゃって、うわ、ほんまや、はい、ちょっとちょっと捕まらないですね、駒が何枚あっても。なので、あ、単純に6二飛成はちょっとダメなんですね、はい、なので、まあ、この端をどうするかという感じなんですね。一旦受けないとダメになったんですね、はい、はい、もうすぐ積んじゃいそうなぐらいの形なので、でたくさん持ち駒持ってます。もう単純にやったらこうですけど、実戦は絶対ですけど。いやいや、もう秒読みやったらね、もう、はい、とりあえずはこれ刺すしかしゃあないですもんね。ですけど、
まあ香車取った方がまだ難しかったかなと思って。なるほど、はい。まあ、香車取るとまた上がられる形もあるので、はい、ちょっと迷ったんですけ けど、まあ、とりあえず、まあ、こう受けちゃって受けたら、はい、で、こう角をまたここに、はいはい、4四角とと銀取りにもなってますやん。そうなんですよ、攻防に打たれちゃって、ね、少しちょっと待ってかなと。僕ここからちょっと嫌な予感はすごいしてたんです、はい、いや、ちょっと負けにしたかもしれないなと思って。これだって6人ひなりも消されてますもんね。そうですね、まあ、一瞬でも硬くなればこっちもチャンスがあるので、まあ、諦めるあれではないんですけど、はい、で強者を、あで ここで強者取った、はい、そうですね、ならずです、はいはい、取って、まあ、同角だと、ね、強者をとか打っとけばいいので、はい、でまあどうかいいかどうかわかんないですけど、はい、でこう角をうわー、はい、どんどんと。そうなんですよ、はい、守りの金に当ててきて、いやこれでちょっと悪くなっちゃったかなと思って。これは角が狙いの何なんですか、はい、いやこれがすごいいい手で、はい、まあ強打ちをまず一つ、うわ防いで、ほんまや、ここの、はい、武さん最後の望み強打ちを消された、はい、ほとんど最後の望みなんです。消された、はい、と、まあ歩なって銀上がると、はい、こう金うわー取られちゃうので、全ての駒が一石二鳥の手を指されて、ちょっともう正直ここで投了したい気持ちやったですか。まだそんな整理はついてないけど、いやちょっとうわかなりいい手を連続で指されたかなと思ったので、ちょっと差がついちゃったかな、そうなんですか、はい、はい、まあ、取って、はい、で、あ、そしてでゆっくり、はい、一旦銀を取って、はい、はあ、あ、うわ、はい。で、まあと金ができてるので、まあすぐ積むわけでもないですよね。はい、はい、難しいかなと思ったんですけど、ここで、え、飛車をそうやってぶつけてくるんですか、はい、金で、はあ。香車を取るとこの。と金が取られちゃうので、はい、その後はもう勝ち目がないので、はあ、まあ、一回強者を、はい、おまじないで、おまじないってあるんですね、プロの間でも、はい、打ってみたんですけど、で蓋して、はい、はい、で五三金と打って、はい、こう深いところ逃げて、はい、また以前飛車に当たってますもんね、そうですね。まあ、これ取ればこのと金は取られないんですけど、はい、こうするとこう角が出てきて、うわ、こう竜に当たりとこの玉を睨んでるので、すごいですね、次の竜回りがすごく厳しくなっちゃうので、まあこれはこれで負けなんですね。あ、なんか藤井君の駒だけ躍動しますね、やっぱり。まあ一回良くなっちゃうと、まあ そうなるんですよね、はい、けどちょっと違いで竹内さんもね、むちゃむちゃいい変化あったんで、そうですね、はい、へけどこれを秒読みで藤井君も指していってるっていうことでしょ、はい、はい、なんか角の使い方がうまいなと思って、はい、で、まあ、なので金を、はい、はい、飛車をもう切って、はい、こう香車を走って、はい、なんかいけそうな感じしますけどね、素人から見たら、まあ、攻めてる感じはあるんですけど、はい、あ、すみません、一歩ちょっと間違ってます、あ、はい、一歩ここで、はい、持ち駒で、はい、歩を打ってで、まあこう取るのがまあ普通なんですけど、はい、取るとまたどんどん上がられちゃって、ね、はい、負けになるので、ここでこと金を、あ、活用、はい、はい、入りました、いけそうな感じ、もうこの辺であれですか、竹内さんはもうあかんあかんと思いながら差し張るんですか、まあ、正直、はい、これは厳しいなと思って、うわ、だいぶ、うわ、広いですね、藤井君のオーストンは、そうですね、ちょっと駒が少し僕は攻め駒が足りてないので、ねえ、大駒が、はい、大駒全部気がつけば藤井君とかありますやん、そうですね、
全部取られちゃいましたでまあちょっと5八あ一回歩を打ったんですね。あはい、まあここら辺はちょっと、まあ、同角成ならまあ金を先手で弾いたりできるんですけど、はい、まあこう竜で竜で、まあ、どっちでもちょっと悪いんですけど5八歩ではい強者を打たれてうわおで投了しました。いやー前線しましたよけど、はい、すごいです、まあ、はい。積んではないんですけどね。もうちょっと戦意喪失ですか。まあこっちの玉をもう捕まえ方がないので、はい。こうやってハサミとかにしてもダメなんですか。もう逃げられていくのでちょっと。そうかもうここにそうか角もこれ効いてるし。そうですねまあ結局竜寄りとかがもう詰めろになっちゃったりみたいな。はい。感じになるので結局これで投了という、はい、そうですね見込みがないと思ったので改めて藤井君の強さ対局してどう思いました。そうですねなこれぐらいでいいかなみたいな指し方はしてこないですねは、まあ、しっかり読みを入れて、はいまあ、結構感覚で指しちゃうところでも、はい、普通の人が、はい、でも結構もうしっかり考えて指してこられるなと思います、はい、次はいけそうですか。まあ、次も当たってるんですけどねもうえもう負けたんですか。いやいや まだ負けてないです次、はい、今度やります。あ、ほんますか、はい、いやせっかくなんで、はい、もうちょっと勝利宣言していただいてこれでねみんなの前でこんだけ、はい、いやなかなか我々で言ったらなんで滑ったかっていうのを説明してるのと一緒なんですよ。いやあの時僕の結構負けた将棋は結構しんどいですね。そうでしょ、はい、はい。それをこう、ね、だんだんちょっと落ち込んでいやけどそれでもそれやってくださったんで、はい、もう僕らは全面的に竹内さん応援しますんで次はまた振り飛車でぜひとも買ってくださいよ、はい、いけそうですか多分皆さんじゃあ大きな拍手お願いします、はい、ありがとうございます。いやー本当にありがとうございます、はい、ということで、はい、また次ともぜひ頑張ってください。はい、はいはい。